すみません、ちょっと遅れましたけれども、これで、これから第2回の、計算学習ところの講義を始めていただきます。第2回目は NPI の基礎ということで、片桐先生、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。東京大学情報基盤センターの片桐です。で、本日は NPI の基礎ということで、これもですね、NPI を初めて使われる方を対象とした内容になっていて、それですね、MPI の資料っていうのは今インターネットでも調べられるので、なるべくですね実際使って、初めての人が困るところを中心に、説明したいと思っています。で、今回5回ある連続した講義のうち2回目になっています。で、ですね、それでまず最初に、並列プログラミングの基礎ということで、MPI を始める前に、並列プログラミングの基本的なところを勉強していただかないとなかなか理解できないので、初歩的なところからスタートしようと思います。でですね、並列プログラミングの目的ということなんですけども、これは大体の方がですね、自分のプログラムを速くしたいからという理由でやられていると思います。中にはですね、分散メモリ並列計算機を使って逐次計算機よりも大きなメモリが使えると、速さよりもメモリが大きいという使い方をする方が、いらっしゃるかもしれませんが、大体の目的は、プログラムの高速化ということで、目的としては逐次実行のプログラムが、t 秒かかるとすると、p 台の計算機を使って、t 割る p の時間にすれば、これは非常に、意味があるということだと思います。で、これはですね、普通考えるとこういうことはすぐできるんではないかと思いがちなんですが、これが実際できるかどうかは、皆さんお持ちのプログラムの中身によって、大きく難しさが変わってくるわけです。プログラムの中にはパラメータサーベイ型といって、プログラム1個なんですけども、あるパラメータを与えて出た結果を元にいろいろ最適化をするという処理の場合は、比較的簡単にもうパラメータを指定する部分を並列化するだけで、全体の並列化達成できるんですけども、普通は、そういうプログラムは多いっては多いんですけど、そればっかりじゃなくて、普通の逐次プログラムを並列化するということを考えると、そう簡単にはいかないことになります。で、理由はですね、アルゴリズム上絶対並列化できない部分というのが絶対ありますから、これが見えてくるとそんなに綺麗に並列化ができないということになります。で、またできるとしてもですね、並列処理ですから何らかの協調動作ですね、データを送り合ったりして、お互いの処理を確認するということがありますけども、データを送るためにはですね、いろんなオーバーヘッドがあるわけです。で、大体2つのオーバーヘッドというのが知られているんですが、1つは通信の立ち上がり時間といって、0バイトの時間を送るにも何らかのソフトウェア的な、時間もしくはハードウェア的な時間がかかると。で、これが見えてくる状況だと、非常に、逐次処理と同じようにですね、並列以外の部分が多く占めてしまって、なかなか、並列ができない。で、もう一つは純粋にデータ転送の時間ですね。これは1バイトの送る時間に対して2バイト送ると倍かかるというような形で、データを送る時間も入ってきますので、これらの絡みで、実際の並列化の効果というのは決まってくるということになります。ですので、そう簡単にはうまくいかないというのが、いろいろやってみると分かってくるところになります。でですね、あと言葉なんですが、並列って言葉を使っていますけど、概念的に並列という言葉と、並行ですね、並行というのはどちらかというと論理的な概念で、疑似並列とかそういう感じで使われることがあるんですけど、これちょっと別のことなので、ちょっと注意するために載せていますけど、並列というのはある、時間に実行されるものが多数あるような状況です。だから物理的に、本当に並列に動いているという概念になるんですが、並行というのは論理的に並列になっていて、実際はCPU 自体は逐次で動いていると、ただし処理自体をある短い間隔で切り替えて実行すると、例えばユーザーから見ると同時に動いているように見えるという形態で使われるのが並行ですので、これはちょっと注意してください。これが実は絡みで今並列処理薬が使われているのであまり意識することはないんですけども、中を見ていくと実は違う、概念になっています。特に並行の部分はですね、コンピュータシステム、OS とかがやっている、処理になりますので、これで使われている言葉になります。これは並列処理ということで、下も関係するんですけど、上の並列、物理的に同時に処理が動くというところで、処理をするということを考えています。
でですね、これもですね、コンピューターハードウェアの、世界では、まあ、よく出てくる、分類になるんですが、この並列プログラミングをする場合においても、こういう言葉が出てくるので簡単に紹介しますと、まあ、並列計算機の分類で、マイケル・フリン教授が分類した、この4つの、言葉が、よく使われています。まあ、よく使われているのは実は1種類なんですけども、まあ、ハードウェアの、分類処理の分類としてはこの4つが使われています。でこれはコンピューターの中身の話なんですが、まあ、コンピューターの命令が、まあ、単一1個で動いているのか同時に複数、まあ、並列で動いているのかで、まず分けると。であとはデータの流れですね。データの流れが単一なのか複数の中なのかの流れで分ける、やり方が、知られていて、これ、まあ、だからこの4通りあることになります。でまあ、今後、まあ、よく使うのはこの SIMD というやつで、シングルインストラクションマルチプルデータストリーム、とここにありますように、まあ、ある、瞬間には命令が1個発行、まあ、されているんですけども、実際 の, その処理される対象は複数であるという概念で、プログラこれハードウェアの概念とは言っても、プログラム上もこういう考え方で、並列化されていることが、まあ、ほとんどです。でこの概念が分かってきますと、実はプログラムにおいても、これは例えばループにおける処理がこういう位置づけで動いているというのが分かるようになりますので、まあ、あとはだんだんこういう、なんでこういうシムドが重要なのかが分かってくることになります。であとですね、まあ、並列計算機においても、まあ、何気なくその分散メモリとか共有メモリと呼んでいますが、分類分けして呼んでいるので、これも簡単に分類を説明しますと、まあ、よく使うような共有メモリ型というものです。でこういう共有メモリ型の並列計算機って何かというと、ここでピーって書いてあるのは、ここではまあ CPU だと思ってもらっても結構です。でこう複数のこう CPU があって、大きなメモリが1個ついていて、何らか の通信網でつながっているというのが共有メモリ型のものです。ですので、まあ、どんな CPU からでも1個の大きなメモリを、まあ、見書き読んで書けるという構成になっているのが共有メモリ型 で特にですね、まあ、最近あまりなくなったんですけど、SMP 型の計算機と呼ばれるのはこの共有メモリ型に入ります。でこの SMP は何かというと、シンメトリックマルチプロセッサーの略で、これは共有メモリから各 CPU へのアクセス時間、データのアクセス時間が均一になっているもの、まあ、一番タチのいいものなんですけど、これを呼ぶ名前になっています。ですので、まあ、普通なんか並列計算機というと皆さん共有メモリ型のものを思い浮かべるかもしれませんが、こういう分類になっています。で一方ですね、分散メモリ型というのはその共有メモリ型と違いまして、この各 CPU ごとにメモリが、まあ、載っていると。で、隣の、まあ、プロセッサーの中のメモリっていうのは直接的には参照できない、読み書きできない構成になっているものを分散メモリ型と呼びます。で当然ながらこれらがみんな協調して並列計算していくんで、まあ、本当に読めないと何もできなくなるんですけど、そのどうやって協調するのかっていうと、メッセージを交換し合って、情報を、知る、それで協調していく、まあ、だからメッセージパッシングと呼ばれるものが実は分散メモリ型に、なるということです。でこれもですね、当初最初の声を言いましたように、ほとんどの計算機は実は分散メモリ型になっていると。で理由がありまして、この共有メモリ型っていうのは非常に使いやすいんですけど、このその作り方がすごいコストのかかるものになってるわけですね。共有メモリとこのプロセス間のこの配線っていうのが、もう物理決線っていうのが非常にコストがかかって、まあ、大体ですね、まあ、100CPU 以上のものは、まあ、なかなか作れないような状況になっているんですが、まあ、分散メモリ型だと、まあ、どんどん CPU をつけていけば大きくすることができるということで、分散メモリ型の計算機が今主流になっているという背景になります。で大体大きく分けると共有メモリ型と分散メモリ型で、まあ、いいんですが、まあ、最近というか、まあ、従来も研究されてきた方として、実は分散共有メモリ型というものもありまして、これは分散メモリ型なんですけども、まあ、実際プログラム上とかから見ると共有メモリのように扱えるような仕組みが入った計算機を分散共有メモリ型と呼ぶことがあります。で、まあ、この分散メモリなのに共有と見せかける仕組みはいろいろあって、ソフトウェアでやることもあります。で、まあ、ハードウェアでやることもあるということです。でこれなかなかいいんですけど、まあ、未だに普及してない理由はですね、まあ、いずれにしろ共有に見せかける、コストですね、コストっていうのは性能ですねが非常に良くないために、あまり普及していないということになっています。まあでも、まあ、
過去もこう十何年よく研究されている、タイプの、並列計算機になります。でですね、最近さらにですね、まあこれ型というかかなり分化した話なんですけども、まあ、共有非対称メモリ型って計算機が出てきまして、これは何かっていうと、まあ、あるこういう、まあ、塊は、共有メモリになっていると、こちらも共有メモリになっていると、全体も共有メモリになっているんですが、メモリの、まあ、アクセス速度が違っていると、こう一つのクラスター内のメモリは同じ時間で、メモリの読み書きができるんですが、ちょっと離れたところに読みに行くと、例えば2倍のコストがかかるというような形で、メモリアクセスに対して全然均等ではない形で、共有メモリ型のマシンが作られているという構成の計算機がまあ出てきています。でこれは特に CC ヌーマ、キャッシュコヒーレントノンユニフォームメモリアクセスといって、こういうタイプの、計算機もありますので、まあ、特徴的なところなので、まあ、覚えていただけると。ということで、まあ、このぐらいの分類が今現状ではされているということです。でですね、戻りますと、まあ、ここではハードウェアではなくて、プログラム上で並列化をしていくので、それに対する概念とかを、まあ、授業で取り扱っていくんですが、まあ、並列プログラミングのモデルとして先ほど言いましたように挙動は複雑になっています。これは実際は同期してみなCPU が動いているわけでもないので、ミムドと言われる、まあ、一番複雑なモデルになっているんですが、まあ、アルゴリズムを考えたりプログラミングするときは先ほどのシムドという考え方で、作るというのが基本になっています。でこれはまあざっと言いますと、まあ、データはバラバラなんですけど、まあ、命令ですね、足し算とかが、まあ、同じものがあると。でその結果、まあ、出てくるデータは別に動くと出てくるという考え方で、プログラミングしていくというのが基本になりますので、まあ、ぜひこの、シムドの考え方を身につけていただくというのがこれの目的になります。であとですね、まあ、一般的な話をしますと、まあ、並列プログラムのモデルとして、大きく分けて2つの、まあ、言葉が、使われています。で1つはですね SPMD、 シングルプログラムマルチプルデータというもので、これはですね1つの共通プログラムが、まあ、並列処理の開始時に全プロセッサー上で、まあ、起動するようなモデルです。なので、まあ、世の中にはプログラム1つないんですけども、まあ、実行人口を複数コピーして動くと、まあ、当然、まあ、その対象データとかも、まあ、バラバラに扱うという、話で、これがですね、まあ、今回、まあ、特に勉強する MPI バージョン1のモデルになっていまして、まあ、こういう仕組みで動くんだというのを、まあ、確認してもらうのが重要です。で、この SPMD っていうモデルはですね、非常に、まあ、単純でして、まあ、実装とかも当然しやすいモデルなんですが、すべての、まあ、世の中にある処理が、こんな簡単な形で書けるわけでも、まあ、ないです。まあ、一部、まあ、そういう意味で数値計算とか比較的処理の性質がいいので、こういう SPMD で書ける場合が多いんですけども、まあ、そうじゃない処理っていうのもいっぱいあるわけで、その場合どうするかっていうと、まあ、一般的な、モデルとしてはマスターワーカーとかマスタースレーブモデルっていうのが、まあ、あります。で、これは一つのマスターというプロセスが、複数のプロセスを、まあ、生成させたり消滅させたりして、処理全体を強調させて進めていくという方法で、まあ、より汎用な、モデルになっていると。まあ、だからマスターワーカーモデルでその SPMD も記述できるわけですね。これは一つのマスターが全部起動するようにすればこの SPMD って作れるんですけども、まあそういう形で汎用的なモデルとしてはマスターワーカーモデルというのはまあ、あります。で、あと言葉としてもよく出てくる話でマルチプロセスという言葉とマルチスレッドという言葉があって、これもちょっと混在して使われることあるんですが、理解して使わないと、まあ、分からないので、ここに挙げていますけども、まあ、一言で言うとこのプロセスとスレッドの違い何かっていうと、メモリを意識するかどうかの違いです。なので、まあ、別メモリを扱う概念はプロセスです。で、同一メモリを扱う概念はスレッドというものになります。ですので、これから想像されるのはメモリが別ということはこれ分散メモリ型に適合する処理形態だなというのは、まあ、その通りなんですけども、で、こちらはスレッドというのは、まあ、いわゆる共有メモリ型のマシンに適合する考え方になるというのも、まあ、その通りなんですけども、まあ、こういう形で、まあ、分けている、まあ、これはどちらかというと先ほどの共有メモリ型計算機とかいうのはハードウェアの分類なんですが、まあ、こちらはソフトウェア上の分類になります。で、マルチプロセスのものとしては何があるかっていうと、まあ、今回学ぶ MPI っていうのがそのマルチプロセスな処理を提供するものになります。
で一方ですね、HPF というものも、世の中にありまして、これハイパフォーマンスフォートランってやつで、これはですね、自動並列化のコンパイラーなんですけど、特にフォートランのコンパイラーなんですが、ユーザーが、データの分割方法を、明示的に書いた上で、プログラムが自動生成される。でこれは自動生成されるプログラムはマルチプロセスなものというものが、HPF です。ですからこの、いっぱいありますけど、これが大体2つ、が、代表的な、ソフトウェアというか実行形態になります。で一方ですね、スレッドですが、これは例えば、ポジックスレッドです、その通りこれが使うものがスレッドですし、ソラリススレッドとか NT スレッド、Java とかも、マルチスレッドなものです。特に数値計算では OpenMP と、これも3回目の講義では使えますけども、これはユーザーが並列処理のやり方をループごとに指定して並列処理を行うものなんですが、これはスレッド、マルチスレッドな処理になります。ですので、同一メモリー内で何らか使って処理するものが OpenMP だということが分かります。でここで注意はですね、プロセスとスレッドっていうのは、全く直行する概念なんですね。別メモリーの話がプロセスで、スレッドっていうのはプロセス内なので、両方ともを同時に動かすことができるということであります。すなわち実行は最初にプロセス内で行って、プロセス内でスレッドを使うというようなことが理論上可能になります。でここで出てくるのが、MPI と OpenMP を使った、マルチプロセスのハイブリッドプログラミングというのが出てくるんですが、こういうふうにお互い違った概念を取り扱うからこそ達成できるということになりますので、ここも注意してという形で、大まかに分けるとこういう分類で、言葉で呼ばれています。で、ちょっと詳しく見ていく、詳しくというか別の言い方もあったりするので、ここでまた、言葉を紹介しますと、あとデータ並列という言葉で表現される、並列処理のプログラムを表現されることがあるんですが、これ何かっていうと、データを分割することで並列化する体系ですね。で、データの操作を同一だとして行うと、例えばデータ並列の例として挙げられるのが、行列行列積というのはよく出てくるんですけど、これで考えますと、この行列と行列積の演算というのはこういうような形で、この例は表現できると思います。でデータを分割しますので、例えばこの最初の行列を1行ごとにこう分割して、並列処理をスタートする。で、この場合は、こちらの行列は全部の、CPU で共通的なものを持っているとするとですね、全く並列にですね、こういう操作は、全く同じだとして、データだけ違う形で、並列処理ができるということになります。でこれがデータ並列で、これは明らかにシムドと同じ考え方ですね。データが違うんだけど、こういう演算は一緒という形になりますから、これはシムドと同じ考え方でデータ並列というものがあるということになります。で、データ並列はこれなんですが、先ほど言いましたように、データ並列だけで全部の処理が書けるわけではないので、もっと一般的なものがあって、これがいわゆるタスク並列と呼ばれる並列処理の形態になります。でこれはどういう形態かというと、タスク、ジョブを分割することで並列化すると。で各データの処理は異なるかもしれないという例があります。でこれは汎用的なので、あらゆるところでこういう処理が使えるんですけども、例えばこれはあまりいい例ではないかもしれませんが、カレーを作るという処理がこういう 1,2,3,4,5 という処理が、あるとしよう。でこの時に並列処理をする場合何があるかというと、まずタスクに分けるわけですね。タスクは例えば1番は野菜を切ると、2番肉に切るという処理に分けると。でそれであとは並列性を抽出して、例えば場所があれば野菜と肉と水、この 1,2,3,4,5 は同時にできるので、同時にやると、ただしそのタスクの4番の、煮込む処理っていうのは、切らないと煮込めないので、依存関係があるということで、1,2,3 が終わった後仕事4ができるという形になります。で最後にカレールを入れるというのが5という形で、このようにタスクに分けて並列処理、多数間の依存性を考えた上で並列処理をしていくという方法が、一般的な方法です。でこれはですね、いろんなところに使われているんですが、例えばコンパイラーの中とかですね、各、ループに対する並列性の抽出した後に並列化する場合の処理なんていうのは、こういうタスク並列を考えた上で、プログラムが自動的に並列化されているという例になります。
で、お回りになりましたが、まあ、基本的な言葉としては、まあ、そんなところがありまして、まあ、ここでは MPI を勉強していただくので、まあ、MPI の特徴をまあ簡単に、まあ、まとめてありますけど、まあ、まず MPI っていうのは、まあ、企画になります。メッセージパッシング用のライブラリの企画になって、まあ、モデルと言ってもいいんですけど、まあ、重要なのはコンパイラの企画とか、まあ、特定のソフトウェアを指すものではなくて、あくまでも企画ということになっています。で、先ほど示してましたように、まあ、プロセスになっているので、分散メモリが並列計算機と実行に向くモデルになっているのと、まあ、特徴的には大規模計算が可能で、ちゃんと MPI を用いて並列化すると、1プロセッサーにおけるメモリサイズやファイルサイズの、よりも大きいものを、いっぱい CPU を使うことによって、実行できるようになるという特徴があります。でですね、まあ、最近なんで MPI がよく使われるようになったかというと、まあ、一番大きなおそらく移植性で、どのスーパーコンピューターメーカーも実はフリーソフトウェアのものもあるので、一回 MPI でプログラムを作っておくと、どのような環境でもまあ動くというのがあります。まあ、例えば日立のスーパーコンピューターです。MPI で作ったプログラムは富士通のマシンに持っていくと動かないということはなくて、MPI が入っていれば、コンパイルするだけでまあ原則動くというのが、違いです。でこれは 今は当たり前なんですけど、実は十何年前この並列処理が出た頃ってのはこれは当たり前ではなかったです。っていうのは私もその頃ちょうどプログラミングをしていたんですけど、まあ、各社ごとに並列処理の、まあ、インターネットがあったわけですね。だから計算機スーパーコンピューター変えるごとに全部書き直しっていうのは普通だったので、これができるというのは実は当たり前なようで、いろんなこういう標準化の歴史があって今、できているということで、当時からするとかなり便利になったという、感じがしています。で、まあ、あとはですね、まあ、うまくプログラミングするとですね、スケーラビリティが高い。これ何かっていうと、まあ、使うプロセス数とか CPU 数を増やせば増やすほど、大きい問題が扱える、もしくは速くなるという特徴があります。でこれはですね、自動並列化とかその他の、並列処理形態であれば効率よくできるので非常に、まあ、好まれるということになります。まあ、欠点としては、まあ、若干ちょっとプログラミングが難しいところはあるんですが、これは慣れだと思っていまして、まあ、コーディング量とかも増えると言いますけど、まあ、慣れてくるとそんなに難しいものでもないですが、まあ、特に、まあ、コンパイラーの方々とかは敷居が高いというふうに書けるので、まあ、最初の出だしはちょっと難しいという意味でこれが欠点でやっていることが多いです。まあ、こういう特徴が、まあ、あります。でですね、まあ、MPI の経緯を簡単に紹介しますと、これそんなに古い仕様ではなくて、まあ、94年頃に MPI バージョン1が設定されていて、作られていて、まあ、今 2.0 になって、実は今 3.0 が最近なんかできているんですけど、こういう形で、進んでいます。で、まあ、初期にですね、この米国アラゴンの国立研究所とミシシッピ州立大学で、まあ、いわゆる参照実装というのがされて、これで急速にまあ普及していったという経緯があります。で今 2.0、MPI 2.0 というのが大体使えるようになっているんですけども、まあ、2.0 では何が位置と違うかというと、いろいろ機能が増えているんですが、まあ、並列の IO とか、欲しいプラスプラス、フォータラン94のインターフェースとか、あと動的プロセス生成証明です。だから、スターワーカーっぽいことができるとか、まあ、いろいろあるんですが、まあ、基本的なところは MPI1 をまず勉強してもらえば、2に今、比較的移れると思いますので、とりあえずは MPI1 から勉強されるといいと思います。でですね、今、3.0 ができているということで、3.0 のドキュメントが今公開されていまして、これ、つい最近ですね、ドキュメントが公開されているので、まあ、興味ある方は、ね、で私もこれはあまり専門ではないんですが、なかなか注目すべき機能が、いろいろ検討されていまして、まあ、リモートメモリアクセスっていう遠くの要はプロセスに直接的に、まあ、データを書き込んで早くする機能とかもこれかなり重要な話なんですが、まあ、特に今気になるのは FT ですね、フォルトレラントの機能で、これ何かっていうと後から分かってきますけど、 MPI の最大の欠点はですね、1個でもプロセスが落ちたらそこでプログラム止まってしまうんですね。でこれは今10万とか100万並列に臨もうとするときに、それは1個ぐらい実行中に壊れるだろうという状況が生じます。でその時にどうしたらいいかというと、まあ、仕様を作っておかなきゃダメで、少なくともなんか例えば私は死にましたみたいなものが返ってくると、なんかするということができればいいんですけど、今それもないので固まるだけになってしまうんですけど、まあ、そういうようなところの、プログラムの仕様が検討されているというのが非常に大きいところがあると思います。で、まあ、あとはですね、まあ、いろいろこういう話もあるんですが、まあ、ちょっとまあ個人的に気にしているところはネイバーウッドコレクティブ、っ
ていうところで、これ何かっていうと、物理的に近いのを対象にした専用のまあ通信処理の仕様ができていて、これもまあ比較的こういう処理を使われる方が多いので、このあたりもまあチェックされると、まあ、まだこれ仕様を作っただけなんで実装されるかどうかは別なんですが、動向としては実際使う側として興味深い内容になっています。で、まあちょっと私も調べてないですけど、4.0 も検討されているようなので、まあ、3.1 から 4.0 に移ろうという段階になると思うので、こういうところもこのホームページとかで徐々に公開されているようなので、チェックしていただけると面白いと思います。で、まあ、ちょっと戻りますとですね、MPI はあくまで企画ですので、まあ、ソフトウェア実装とは別になっているんですね。で、実際その MPI の企画が実装されたソフトウェアっていうのは何かっていうと、いろいろありまして、まあ、一番有名なのは MPRCH と、ここに書いた MPT と呼ぶこともあるんですけど、この実装になっています。で、これは何で有名かっていうと、まあ、いわゆるフリーソフトウェアだからで、例えば PC をまあ複数集めて自分でまあネットワークつなげてですね、あと GNU ツールとか入れて最低限補強して、あと MPT を入れるともう並列計算機は自分で作れてしまうと、こういうのベオルフ型の計算機っていうんですけど、まあ、そういうような、工夫普及に非常に貢献しているもので、よく知られているものになります。まあ、一部、まあ、研究用とかでスーパーコンピューターの上でも MPRCH を使う人がいます。で、まあ、あとはですね、まあ、LAM とか、あと、まあ、オープン MPI とか、あと東大の、吉川先生のところが開発したヤンピーとかいろいろあります。まあ、ですけど、大体スーパーコンピューターを使う人は特に気にせずに、その各社が非常にチューニングして、提供されている MPI というのが普通は使われていますので、それを使うのが一番早いことになります。なのであまり特に気にせず MPI を使ってもらってもいい。ただ実装がいろいろありますというところが注意するところです。で、戻りますと、じゃあ MPI による通信というのはどうやってやったらいいかということなんですが、まあ、考え方としては通信なので、よくインターネットの授業で聞くような概念と同じ形で、MPI による通信は必要でいます。まあ、よく出てくるので郵便物の郵送なんですけど、まあ、こういうことを書けば、まあ、いいというのは同じですね。まあ、郵便物の場合は当然まあ、自分の住所、送り先の住所を書くと。で、中に入っているのは普通封筒になると、別に書かなくても目で見れば分かるので、これはまあ地名なんですけども、あと中に入っているものの分類ですね。これは CD とか書籍とか、それでいろいろ値段が変わったりするので、こういうものを書くと。あと重さが課金の対象なんで書くと。で、あとまあタグですね。引っ越しするときに同じ箇所にいっぱい段ボールを送るときにはタグをつけるというようなことを普通すると思いますけど、まあ、こういうような考え方と同じように MPI のデータ通信でも同じことをすればいいと。で、さすがにデータを送るので、自分の認識 ID ですね、プロセスの認識 ID がないともう何か分からなくなるので、当然自分の認識 ID を書かないといけません。で、あと送り側の当然認識 ID を書くと。で、送るものは、MPI の場合はデータですから、データというのは配列ですから、まあ、普通はデータの配列 の, アドレスです、ね、を書く。で、あと型ですね、これはインテジャーとかダブルとかそういう型を書いて、あとその、データをいくつ送るかですね、そういうことを書けばいいと。あとタグ番号っていうのもあります。まあ、大体これぐらいは書けば通信ができるっていうのはまあ一緒のことになっています。でですね、MPI はですね、後からいろいろ分かってきますけど、すごい関数があります。200種類以上あって、これなんで多いのかっていうのは、まあ、すごい転送するモードごとにいっぱいあるからなんですけど、後から、後日話したりしますけど、それでいっぱいあるんで、これ全部覚えることは意味ないです。で、最低限、まあ、ここに書いてあるぐらいのことを知っていれば、簡単な MPI のプログラムっていうのは動いてしまうので、いいわけで、それを中心的に、まあ、ここで紹介しますけども、まずシステム関数で MPI init とか、コムランク、コムサイズファイナル、これはだから、まあ、作法みたいなもので、MPI の世界を始めるときとか、終わるときの、絶対書くものっていうのがまずあります。で、あと次に書くものとしては、通信の、まあ、関数ですね、まあ、あるところからあるところにデータを送るときに、まあ、書く関数で、まあ、センドとレシーブって、これ基本中の基本で、これ1対1で通信する1対1通信関数と呼ぶんですけど、こういうものがあります。で、1対1通信の中にはそのブロッキング型とノンブロッキング型というのがあって、この2つが大体よく使われるものになります。で、あとですね、いわゆる放送処理ですね、1個のメッセージを世の中全体に伝えたいというのも当然ありまして、これは1対1通信で書けるんですけども、まあ、書くと面倒くさいっていう場合に1つ1行で書ける、便利ですから、そういうものも当然用意されていて、 MPI Bcast っていうものがあります。
であと集団通信関数ですね。これはですね、例えばあのプロセス間でデータを足し込むような処理、これも非常によくある処理なので、こういうのもまあ一体関数で書けるんですけど、あらかじめ用意されていて、エンペアリデュースとかオールデュースっていうのがまあ用意されています。あとまあバリアっていう、まあ、これ全員で同居を取って済む場合に入れるバリアっていうものもある。まあ、これぐらいを知っていれば大体プログラムができるというものです。であとまあ特にですね、数値計算やる方は自分 の, あの計算の処理で、特にまあ演算カーネルとかいう、あの要は一番計算の時間かかる部分を測定することがありますので、まあ、その時に使う、まあ、タイマー関数 MPI が規定しているので MPI ダブルタイムっていうのもよく使えるというものになりますですね。まあ、これぐらいを押さえておけばいいということになります。であとですね、MPI のプログラムはおそらく書いたことなくても見たことある人っていっぱいあると思うんですが、まあ、そこでなんかあのなかったらしいもの、あの名前が出てくるんで、まあ、特徴的だと思うんですけども、MPI コムワールドっていうものがよく出てきます。で、これは何かと言いますと、あの、まあ、コミュニケーターというものでして、コミュニケーターは操作を行うプロセッサー群を定めているものになります。で普通何もしないとですね、0番から例えばナンプロックス1番までの、全ての、使えるプロセッサーが1つのコミュニケーターに、あらかじめ割り当てられていて、この名前が MPI コムワールドです。これ予約なんで別にあの宣言せずにいきなり書けるものになっています。ですんで、MPI のプログラムっていうのは MPI コムワールドっていうのがまあ多く出てくるわけですね。でここまで最初にやる人はこの MPI コムワールドを使って全体に対して何かやるっていうので十分なんですが、まあ、ある程度、上級になってくるとですね、実はいろいろ早くしたい欲求があったりして、この世の中を分割するってことをしたくなることがあります。でその時に出てくるのはあの MPI コムスプリットって関数なんですけども、これを使って実は世の中を分けることができるということになります。まあ、これ一例としてですね、例えばこの 3×3 の9の、グリッドので表されるこうプロセスがあるときに、この1列目、2列目、3列目で、まあ、例えば1列目に対して同じ、データを送りたい、2列目に対して同じデータを送りたいときがあります。で、こういうときに行うのは、MPI コムスプリットをして、MPI コムワールドを、こういうような形で、分けると。で、分けた上で自分のこのコミュニケーターの名前を付けた上で使うということが、あります。でこれをやると、何でいいかっていうとですね、MPI 内のプログラムって1個しかないので、放送処理をやりたいときにこう1個しかないプログラムに対して、この違った世界に対して1個の、MPI の例えば Bcast でどう書いたらいいのかって分からなくなるんですけど、この MPI このスプリットをやれば、コミュニケーターさえ違う名前に定義しておくと1行で、この世界に対して、違うデータを送れるようになる。なのでこういう使い方をするということが多いです。でさらにですね、こう分割することでですね、通信に従事するプロセッサー分が減って、実は速くなるというメリットもありますので、そういう意味で二重に、こういう使い方を、したいことがあります。まあ、いずれにせよ最初のうちはこういう使い方しないんですが、ところが多いですが、高度にチューニングしたくなってくると、こういう使い方がされているので、まあ、注意してっていうところが、まあ大体の MPI の概念でして、じゃあちょっと変わりましてですね、並列処理の指標ですね、自分の持ってるプログラムの性能がいいのか悪いのかってどうやって評価するのかという話をしたいと思います。これはまあ性能評価指標ですね。で MPI に限らずですね、並列処理の世界というのは非常に簡単な仕様しか存在していません。でなおかつこれだけで大体プログラムの良し悪しを評価するということが多いんですが、その仕様は代数効果と呼ばれる仕様です。で代数効果って何かっていうと、この式に書いてありますように、TS っていうのを逐次の実行時間だとして、 TP っていうのをP 台での、まあ、実行時間だとします。でこれ純粋に割ったものです。でこれで、まあ、評価すると、まあ、これ簡単な話で10台使って10分の1の時間になれば、まあ、代数効果 10ってやつですね。でまあ、これは当たり前なんですけど、まあ、特に10台使って10倍速くなるとき、これは SP イコール P ですから、理想的な速度向上と呼びます。まあ、ただし、ここから実は計算機の世界で面白いのは、10台使って20倍速くなることがあったりします。でこれをここに書いてあるのはスーパーリニアスピードアップと呼びます。でこれは何で起こるかっていうと、これ計算機の中身を理解してないとなかなかこういう挙動は理解できないんですけども、最初の授業の時にキャッシュってあるって話をしたと思いますが、実は並列化することによって行列サイズが小さくなって、さらにアクセス範囲が小さくなってキャッシュに乗るようになってしまう事態があり得ます。そうなると逐次の、いわゆる、まあ、
実行効率よりも並列化した時の実行効率が高くなって、こういうふうになるということが、まあ、あります。まあ、この時に、スーパーリニアスピードアップが、達成される。だから並列化すると二重に美味しいわけですね。まあ、使った分だけ速くなる分にさらに速くなるということがあるので、並列処理の評価で面白いことになります。まあ、大体代数効果で、プログラムっていうのを評価することがほとんどなんですが、まあ、あとですね、まあ、効率を見たいときに使うので並列化効率という指標もあります。まあ、これは EP イコール SP 割る P かける100ってことで、まあ、要は10台使って10倍速くなると 100% の効率と、で10台使って5倍しか速くならないと 50% の効率というように、まあ、どれぐらい効率よく並列化ができるようになったのかというのを知るために、この並列化効率も併記して使うというのが、普通、まあ、普通っていうのはやることがあります。という形でですね、並列処理の世界はそんなに複雑な仕様で評価するわけではないというのがこの、話です。はい、で、ですね、あとですね、まあ、よく使われるっていうか性能の挙動である話で、飽和性能って概念があって、まあ、これは何かっていうと、まあ、横軸にまあプロセス MPI のプロセスを取ると、縦軸に代数効果を取る場合に、まあ、ずっとこうリニアに速くなっていけば上がっていけばいいんですけど、普通はそういうふうにはならなくて、まあ、何らかの最初に言ったようにオーバーヘッドがありますから、どこかでこう寝てくるわけですね、代数効果。でその時に、まあ、これ以上速くならない限界ってものがありまして、これはまあ飽和性能と、まあ、呼ぶということです。まあ、こういう、まあ、挙動になっても、まあ、これ普通のことですから別におかしいことではないっていうのも、まあ、覚えておくことが重要です。であとですね、まあ指標ではないんですが、まあ、よく出てくる概念でアムダールの法則というものがありまして、これもまあぜひ、概念的に覚えておいてほしいんですが、まあ、これはですね、まあ、非常に簡単なんで自分で出してもらえばいいんですが、逐次実行時間をまず K としようと、そのうちに並列化できる割合を α とすると、代数効果っていうのは、まあ、K 割るところの、まあ、並列化できる部分とできない部分の、時間の足し合わせで、まあ、表現できる。だから代数効果はこのぐらい、こういうふうになりますよと。でその時に、まあ、プロセスを、まあ、無限大に持っていくと、P を無限大に持っていってリミットを取ると、SP の、まあ、上限が出てくるんですが、これは1割1引く α になります。で、これを、まあ、アムダールの法則と言っています。で、法則と呼ぶには非常に簡単な話なんですが、これはすごいことを、物語っていまして、まあ、普通ですね、まあ、全体の 90% ぐらいが並列化できると全然いいんじゃないかと思いますけど、この観点では全然ダメなことになりまして、全体の 90% が並列化できる、まあ、プログラム、逐次プログラムっていうのは無限大の数のプロセッサーを使っても、まあ、10倍にしかならないということを意味しています。でこれは非常に重要で、いくら物量をつぎ込んでも逐次の部分があると、このアムダールの法則によって逐次の部分がどんどん見えて代数効果を抑制するというのがこの方式です。この法則です。ですので、まあ、いかにこうなるべく、並列化効率を上げるようなアルゴリズムとか実装するのがいかに重要か、特にまあ、ペタスケールの計算機になってくると、まあ、数十万の並列性があるときには重要なんだろうなので分かることです。でこれはまあちょっと簡単な話なんですけど、まあ、あえて書いてるんですが、まあ、例えば逐次実行でこういう、まあ、ブロックがあったときに並列化できない分が1ブロック単位時間あって、残りの8ブロックの時間が並列化できる、まあ、88.8% の並列化可能な話だとすると、まあ、4台使うとこういう形になって、この並列化するブロックの分だけは、まあ、減るわけですね。で全体は3倍ぐらい速くなるんで、これはまあいいと、4台使って3倍速くなれば嬉しいんですが、じゃあ8台使って6倍ぐらい速くなるじゃないかと思うと、これ全然ダメで、この並列化できない部分は残って、この並列化できる部分しか速くならないわけですから、まあ 4.5 倍しかならない。でこういうケースは非常によく起こっていて、まあ、特にセンターなんかに私が言いますと、全然これ並列処理代数効果出ないんじゃないかっていう質問来るんですが、まあ、当然ですということになるわけですね。元のプログラムの並列性がないといくら代数を上げたところで速くなりませんよと、これ未だに何十年も繰り返されていることですけど、こういうことですから、まず自分のプログラムの並列性を知るというのが重要なことになります。ですので単純にプロセッサー数とかプロセス数を増やスレッド数を増やせばどうなる話ではないという話が、こういうことです。でちょっと戻りますと、まあ、逐次処理の世界ではデータ構造というのは非常に重要なんですが、並列処理においては、まあ、データ構造の意思であるとデータ分散方法というのが、まあ、重要になります。
で主な理由はですね、まあ、演算負荷ですね、演算負荷を均等にするためにこのデータ分散の方法というのが非常に、必要になると。でこの、まあ、演算負荷を均等にするというのはまあ非常に分かる話なんですが、まあ、その、まあ、同じような話で、各、ノード、まあ、P って書くのノードだと思うと、ノードにおけるメモリ量というのは均等にしないとですね、そもそもプログラムが動かないという事態に陥ります。まあ、これは当然でデータ分散が悪くてですね、あるプロセスが、まあ、例えば10ギガっていうメモリが必要で、あとは、まあ、まあ例えば1ギガで済むとすると、物理的なメモリが2ギガしかないマシンでは絶対動かないことになるんで、なるべく均等に、データを割り振るっていうのも必要です。まあ、でもデータを割り振ることと計算負荷を割り振ることは別なので、これもまた注意です。まあ、あと、まあ、それに伴う通信とかいう話もあるので、いかに自分の問題に合ったデータ分散を、行うかというのが重要になります。でこれは一般的にですね、まあ、コンピュータサイエンスの世界で、まあ、いろいろやり方が確立されているんですが、特に、まあ、2次元の行列、まあ、3次元になってもそれをこの考え方拡張するだけで終わりなんですが、分け方として大体この2つの方法が、方向であるのが知られています。まあ、1つは次元レベルっていって、まあ、2次元の行列を、まあ1次元で分散するのか2次元で分散するのかという方法、あと分散で分割のやり方はですね、ブロックで分けるのかサイクリック循環して割り振るのかっていう方法で、まあ、分けていくことが、よくやられています。で、まあ、これ例を出しているんです。これ2次元の、まあ、行列とか、まあ、配列データだと思えばいいんですけども、まあ、よくやるのは、まあ、最初に、まあ、皆さん考えているのは純粋に、まあ、割ると、4並列の場合はこれ N の長さだとすると、N 割る4の、もうこういう連続したタイルごとに、分けてしまうというものです。でこれは行方向ブロック分割と呼ばれていると。でこのブロックアスタってあるのはこれ HPF の書き方なんですけど、まあ、こう書くこともあるので併記してるんですが、まあ、普通はブロック分割と呼ぶ方法です。でこの方法はですね、まあ、なんか一番均等に割れてるからいいような気がしますが、これがいいかどうかはプログラムによります。っていうのは、例えばこれ中身をなんか足していく、行列の中身を足していくような処理の場合はこれは完全に負荷均等になるんですが、まあ、世の中そういう処理ばっかりではなくて、まあ、例えば LU 分解っていう連中方程式解くアルゴリズムは最初のステップだと N×N のサイズなんか処理をするんですね。次のステップで N-1×N-1 の処理をして、次の処理で N-2×N-2 の処理をするって、どんどんこう適用範囲が小さくなっていくような処理があります。でそういう処理にこれをブロック分割を適用するとほとんどこれ3番が仕事を追うことになるわけですね。ですから負荷均衡が悪くなって、結局のところは代数効果が出ないことになる。なので単純にこう分ければいいって話ではない。でじゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、よく次にやられるのがサイクリック分散ってやつで、これ例えば1行ずつその0番1番2番3番でまた3番までいったら0番に循環していくという方法が、まあ、あります。でこれはサイクリック分割法、分割というやつで、まあ、これもですね、まあ、よく使われます。で特にですね、さっきの LU 分解みたいなやつはこれで計算負荷はまあほぼ均等になります。なので、これはいいんですが、いやちょっとむしろ問題が違うところで出て、これは細かく分けるとですね、実は通信がある場合は通信がこちらに対してこっちより頻発する場合があるんですね。そうすると計算負荷は良くなるんですけど、通信が増えてしまって結果的に遅くなるという事態に陥ります。でこれで困るので、まあ、どうしたらいいかって最終的に来るのがこれで、ある幅ごとに、サイクリックに分けると、例えば2行ずつ分ける、これ一般的に M 行ずつ分けるという方法があって、これはブロックサイクリック分割というやつ、これは一応汎用的な方法で、これもよく使われる方法です。なのでまあこのぐらいが知られているということになります。でこれはだから1次元に分けた方法で、当然ながらこれ2次元に分ける方法があって、2次元にブロックに分けたのがこのブロック分散。でもこれも LU 分解の場合は3番だけが非常に多くなりますから、じゃあこれ1個ずつこう0、1、2、3と分ける方法もあって、これサイクリック分割方式というやつです。でここで最終的に汎用、もっと汎用的になると、こう M×M のこう商業列ごとにサイクリックに分ける2次元ブロックサイクリック分割というのが一般的な方法になります。でこれがちょっと初回に言ったこの方法、分散方法がスケーラーパックで用いられているデータ分割方法になります。ですので自分でこのような分散を分かった上で、これ係数行列ですね、いわゆる係数行列を分割した上でライブラリを呼び出すというのが分散メモリ型の数値計算ライブラリでは普通そういう仕様になっているということで、この方法を知っておかないといけないということ。
ことになります。まあ、以上が、まあ特に行列とか二次元データについての分散方式、三次元でも似たような形で拡張していく、で使われているというのが今、の、エレションの形態になっています。で、まあ、ちょっと具体的な例として、ここではまあ、非常に簡単な、線形代数でよく出てくる計算について、まあ、実際どういうふうに適用するのかを、考えた例を出しているんですが、まあ、特に最初に来るのは簡単な例で、まあ、z イコール ax プラス y で、この a のアルファというのはスカラーで zxy ベクトルだとすると、これいわゆるスピー計算ってやつです。でこれを、まあ、先ほどの形でデータ分割して並列処理する場合を考えるんですが、これも考えると非常に簡単で、このベクトルをもうブロックに割っておけばいいわけですね。入力も出力も関係なく。で、問題はこのアルファなんですけど、スカラーですから、これはまあ重複して持っておけばよくて、すべてのプロセスで重複して持っておけばよくて、こうするともうこの処理自体が完全に並列にできてしまうと。まあ、だからこれ面白くないんですけど、まあ、これでよければ簡単にデータ分散で並列化ができてしまいますよという例になります。でちょっと面白くなってくるのからで、行列ベクトル積になった瞬間にですね、これは単にデータ分散だけの話ではないっていう要因が出てきます。で理由はまあ、初日に話しましたけど、まあ、効率のいいその、まあ、処理、まあ、処理っていうのはキャッシュヒット率とかデータの連続性を考慮したプログラミングの、データアクセスパターンとデータ分散が、融合してどのデータ分散がいいのかを決めるというのが普通になってきます。これだからこういう数値計算ライブラリとかそういう、作る、まあ、私とかも作ってますけど、こういうことを考えて、一番いい方法を考えるという例で、挙げてますけど、例えば行列ベクトル積になった瞬間に、いろいろ2つの、実装方式が知られている。で普通に手書きでやったのがこの行方式ってやつで、まあ、こういうデータパターンですね、まあ、いわゆる手書きのデータアクセスパターンになっているんですけど、これはもう前回言いましたね、 C 言語、このままだと C 言語向きの、実装になります。まあ、横方向のアクセスが多いので、じゃあフォートラン向きの、実装はないのかというと、そういうわけではなくて、 列方式っていうのがあって、これはベクトルの1個の要素を、かけながらこうベクトルにずっと足し込んでいくようなやり方、まあ、フォートラン C で書くとこんな形なんですけど、まあ、こういう、方式があります。なので言語によってまあ適する実装が変わっているってわけです。でこれプラスこの、配列の、分割で、最もいい、分散方式が決まってきますので、これはまあひたすら面白いところになります。で例えば行方式を採用したとして、データを、ブロックで分けると、まあ、入力出力をこう分けたとして、まあ、なるべく通信が最小になるようにするとどうなるかっていうのを考えるとですね、まあ、これ例えばこのスタートの地点がこう、X このかけられるベクトルがこう分散されてるんで、何らかの形でこう集めてこないと、まあ、通信が多発してしまって、処理が、効率が悪くなる。だそういう場合はですね、最初例えばペアオールギャザーっていう、まあ、後から出てくる関数を呼んで、ベクトルを集めた上で、同時に、並列の、行列積を行う。でそうすると一部計算されたブロック分割された答えが出てきますよというのが、まあ、一番いい実装パターンだと。でこの時に、まあ、だから入力と出力は、まあ、これで固定されるわけですね。で問題はですね、こう一部しか計算されてない結果がこれは出てくるので、全体のベクトルが欲しいっていう場合はこれは採用できない。またここで集めるとかそういう余分な、通信が入って、余分というか必要な通信が入ってくるわけです。でですね、まあ、最初の、データ分散が、列方向になっている場合は、今度はですね、通信をなるべく行わないためには、こういうような、形で、中間結果が出てくるベクトル全部の要素を足し込んで、全体のベクトルを1個のところには、まあ、持っていくみたいな実装が、まあ、一番通信が起こらない形式になるので、データ分散と結局欲しい、データ分散の答えの形によってどういう、データ分割の戦略を取るべきかというのが変わってきます。ですので、まあ、こういうことを考えて、中身の設計をするというのが、まあ、一般的にやられていることです。で、まあ、これ列方式の場合も、まあ、こういう形で同じですので、まあ、これちょっと考えてみるといいんですけど、まあ、これとの絡みで、最終的に欲しい、どういうデータ分散になっているかが決まっていくという例です。
ということで、じゃあ、まあ、具体的な NPR の関数の例を、ここから、具体的に見ていきますが、その前にその B と、まだ書いていたのは、これは、まあ、本来はですね、プロセッサーエレメントということで、こちらハードウェアの用語で使われている言葉なんですが、まあ、これは NPR プロセスと思ってもらって、まあ、略語として使います。で、あと NPI は、プロセス間の通信を行うものなので、まあ、普通はプロセスは、まあ、1対1でコアに割り当てるとします。まあ、そうじゃない場合もあるんですけど、ここでは簡単のためにそうします。で、あと一つ覚えてほしい NPI の言葉で、ランクという言葉があって、これは NPI プロセスの認識番号のことです。まあ、認識 ID ですね。で、普通は、NPI コムランク関数で設定される変数になっていまして、これは例えば MyID っていうところに自分で設定するあの変数に設定するようにすると、重複しない形で0番から全ての、プロセス地区1番までの数字がポートラン C に限らず入るものになっています。ですから、こういうまず、自分のランクが設定された上でプログラムを作る。で、あと、まあ、自分 の, その、認識 ID が分かってないとプログラムできないんですけど、もう一個分かってないとプログラムできないのは、すべて世の中にあるすべてのプロセスはいくつかっていうのを知らないとできないんで、これを知る、関数があって、これ NPR コムサイズっていうので知ることができますが、これもまあ何らかの形で変数に入れておくと。例えば、ロックスっていう変数の中にこれが入っていて使うという形式が NPR の、プログラム普通になっています。なので、まあ、ランクっていうのは注意は、これ、NPR のプログラムは1個しかないんですけど、こうバンと並列に動くので、なんか MyID っていうあの、まあ、変数に入るんですけど、個別に、まあ、この、プロセスはランク0とかいうふうに付けられますから、これもまあ注意です。どうせこれぶつかっちゃったら、制御も減ったくれもないので、ぶつからないようになってるんですけど、こういう形で、ランクが付けられるというのを、確認してください。で、あとですね、ここには、まあ、C の方もコードラの方もいますので、まあ、両方ともインターフェースっていうのは、まあ、知っておく必要があるんですが、実は C からフォートラインの行き来っていうのは非常にまあ簡単です。まあ、理由はまあそんなにまあ大差がないっていうのもあるんですが、まあ一般的な書き方で C 言語は関数の戻り値がエラーハンドリングコードになっているので、まあ、I エラーってエラーイコール NPI と書いて、こう X 大文字で XXX とこういう形で書くのが普通です。で、フォートランの下は手続きになっているので、イコール NPI、まあ、大文字でも小文字でもいいんですけど、書いた上で、最後に I エラーっていうエラーハンドリングの、変数を書く。書き方が普通です。ですので、これは分かっていれば行き来できます。あと注意はですね、NPI の中に、あの関数の中には、自分で宣言した配列を引き渡さないと恐ろしいことになるという仕様のものがあって、その後がちょっともう一回しつこいようですが説明しますと、C 言語では NPI ステータス型の、まあ、例えば iStatus っていう、まあ、報道体を宣言して引き渡さないとダメです。で、フォートランの人はインテジャー iStatus、NPI ステータスサイズの配列を引き渡さないとダメです。で、これがあるんでちょっと注意してください。あと、まあ、NPI における型の指定は、各言語の C だったら C の、フォートランだったらフォートランの型と同じで、その前に NPI をつけたものが型指定になります。例えば、イント型だと C 言語の人は NPI イントと書けばいい。で、フォートランの人は NPI アンダーバーインテジャーと書けばいいということで、自分の言語に使っている型を書けばいいと。まあ、ちょっとダブルプレッシャーとか長くて嫌なんですけど、まあ、これも書けばいいということになっているので、そんなに困らないと思います。ということで、まあ、とりあえず EC 言語のインターフェースで紹介しますと、でここでさっき言ったあの怖い、自分で宣言しないと、困るっていう、ものが出てくるので注意ですけど、NPI のレシーブの、説明をします。この NPI のレシーブはですね、最初にレシーブバッファー、これは受信する配列の先頭番地を引き渡す。で、カウントっていうのは何要素分引き取るのかを書く。データタイプはその NPI チャラとか NPI イントっていうのを書く。でソースは受信したいメッセージを送信するランクを書くということをします。まあ、タグは、その前にソースはですね、まあ、普通は特定の相手の、ランク番号を書くんですが、どんなものを受け取ってもいいよって場合は NPI any source と書くこともできます。で、あとタグですね。まあ、タグは普通何も考えないと0とか書いておけばいいんですが、これもですね、まあ、どんなタグでもいいよって場合は NPI any タグということを書けば、どんなタグでも受け取ることができます。で、あとコミュニケーターは先ほど言いましたように普通に A は NPI コムワールドを書けばいい。で、ここで注意はレシーブするときには iStatus っていうのがあって、これは先ほど言った形で自分で配列宣言もしくは型宣言したものを引き渡す、書くことにすることっていうのがあります。で、これなんでこういうことを言うかっていうと、結構ちゃんとしたプログラムがですね、これを書かずに
コンパイルを通ってしまって、ある特定のマシンでは普通に動くんですけど、あるマシンに行くと急に変な挙動をし出すという、ことが過去にありました。でこれはですね、そのプログラムがですね、この i ステータスを宣言せずに使っていた、こういうのなかったんですね。でコンパイラーは何も言わずに、通ってしまって動いてしまうというふうになって、ずっと使っていったわけですね。これは事実上こういうふうになると、バグですから何が起こっても文句は言えないんですけど、その人はたまたまシステムおかしいんじゃないかっていう質問できたんですよ。自分の書き方が悪かったってことになりますから、これ誰も注意しませんけど、おそらく習ってない人が最初にやる間違いで、さらにエラーも出ないということなんで注意してください。でこれ現状で本当に起こったことなんで、何回もしつこいようですが言っています。ですからレシーブはこう自分で宣言したステータスを引き渡さないと、そういう怖い状況になります。だから結果もそういう意味では、そういう意味では保証されてないかもしれませんよという事態になりますので注意してください。ということで、それだけ書けば MPI レシーブっていうのは動くことになります。でこれ受け取り関数なんで、相手方の先導も知っておかないといけないんですけど、先導は基本的に逆になってるんで、先導バッファー上がってカウントで、問題、これちょっといやらしいのは、先導はですね、このさっき言った自分で宣言して使う i ステータスがないんです。先導はないんだけど、レシーブがあるとい う矛盾、これ理由が多分あるんですけど、受け取り側にはいろいろ内部情報を引き渡さないといけない方が便利だっていう情報で、おそらくこういう仕様が作られてるんですが、MPI の仕様は先導側にはそのない、i ステータスっていう、はないので、これは注意して使ってください。で今やろうとしているのは、1番から例えば3番に送る場合に、1番が先導読んでレシーブで受け取るということですね。で2番は2と3はこれ何やってるか分かりません。とりあえずこの通信には全く関与しないものになっているという点が1つで、続けていきますと、MPI Bcast ですね、1個のメッセージを全ての、プロセスに渡す、関数が MPI Bcast というやつなんですけど、これ結構面白いインターフェースになっています。で理由はですね、自分で考えてみればいいんですけど、 MPI の世界プログラム1個しかないのに、どうやって送るデータと受け取るデータの配列を定義させるのかっていうのは、意外にちょっと考えると難しいような気がするんですけど、それがどうなってるかっていうのは面白いところです。答えはですね、センドバッファーと最初に書いてあるのは、送信および受信領域の先頭場所を指定するっていうのがミソになっています。理由はですね、1個のあるプロセスが入っている配列の中身をそれ以外の配列に引き渡すってなってますから、例えば A っていう配列を宣言したら、あるプロセスは A の中に送りたいメッセージを入れていくと、でそれ以外は A に答え送ってもらうデータが入るっていう仕様になっています。だからここに1つ、送信および受信を書くと、でカウントはこの配列の例えば5個とかそういうのを書くと、でデータタイプは、int とかを書く。でこれ重要なのは iRoot っていうのがあって、これで何番のプロセスがデータを送るものを持っているのかをここで書きます。だからここで判別するようになっているっていう仕様になっているのが面白いです。で、ICOM っていうのは最後は MPICOM ワールドと書きます。で、これもですね、動作はこうなんですが、ここで先ほど言ったフォルトトレアとの話のように、この MPI Bcast が機能するためには、世の中すべてのプロセスが MPI Bcast しないと機能動きません。1個でもこれ呼ばないやつがバグなり何らかの状況に出たら、ずっとこれ止まってしまいます。こういう仕様になります。だからこの場合世界4つしかないので、4つのプロセスが呼んだ瞬間に、例えば1番に i ルートになっていると、このメッセージがこういう形でも送られると、同期して必ずしも送られるわけじゃないんで、こういう形で書いてるんですけど、呼んだ瞬間に皆さんに伝って戻ってくるという状況になります。これが MPI Bcast の動きになります。であとですね、よく使う処理で、リダクション演算もしくは集団通信関数というものがありまして、リダクション演算っていうのは、そもそも内積計算みたいに、なんかベクトルの要素をなんか演算してスカラに縮小リダクションするから、そういうような処理になってるんですが、特に MPI の場合は各プロセスに分散されているデータを足し込んで1個のスカラを得るという、まさに内積の足し算みたいな処理でよく使う場合があります。でですね、ここで注意のする点は、リダクション演算っていうのは結果の持ち方の違いで2通りのインターフェースが用意されています。でこれオールがついたものとついてないもので分かれるんですが、 MPI Reduce と書くと、これは例えば3並列だったら3プロセスだったら、その中で何かの操作足し算とかを知った上で1個の指定プロセスに、0番じゃなくてもいいんですけど返すっていうものが Reduce です。でオールがつくと何が起こるかっていうと、同じ、操作は同じなんですけど、受け取るのが全てになります。全て結果を所有する。
この違いで2つのインターフェースが用意されているので、目的に応じて使い分けてください。で、中身なんですが、リデュースの場合は、まあ、センドバッファーですね、これハイライツ A と書いて、レシーブバッファー、これで注意は、レシーブバッファーは A と同じものを、同じ物理的に同じアドレスを指定できません。まあ、だから A を宣言して A を使って B とやるのは OK で、まあ、A とここに引き渡すんであれば絶対ぶつからない A の、まあ、ポインターをずらした先のものを渡せばいい。要は領域としてぶつかってはいけない、ものを、この2つは指定しないといけません。であとはカウンター何個受け取るかで、データタイプはこう、MPI のイントで、ちょっと後から話しますけど面白い方があって、 MPI の2イントとか2フロートっていうのがここで書けるようになっています。でこれはちょっと後から説明します。であとオペレーションはですね、大体の場合は MPI SUM ですね、足し込みとかです。あと MAX とか MIN も使うことが多いです。でこれがまあほとんどですけど、ちょっと先ほど言った面白い方で MPI MAX LOCK と MAX MIN LOCK っていうのがあるんで、これはちょっと後から説明します。で、MPI REDUCE なんで、これはあの結果を持たせるランクを iRoot という場所で指定します。あとはコミュニケーターで選ぶことで一緒です。で今やろうとしているのは、まあ、これも全員が MPI Reduce 読んで、1番が iRoot だとすると、何か指定された足し算とかして結果をこいつだけに持たせるというのが一文で、実行できることになります。でちょっと面白い、方 MPI2Double として MPI Max Lock を指定して、All Reduce をかけるとどうなるかっていうのをちょっとここで見せますと、例えば 3.12.0 っていうのはこれ0番を、まあ、あとの、まあ、プロセスも同じようにこういうデータを持っていて、MPI MAX ロックをかけると何が出てくるかというと、この場合は、まあ、これが出てくる 5.9、9.0 が出てきます。これ何やってるかっていうと、この1列目を見て一番大きいもの 5.9 が一番大きいから、それに付随する2番目にデータが出てくるということですね。まあ、データベースの検索みたいな処理だと見直せるんですけど、まあ、こういう処理が用意されています。でまあ、なんでこういう処理が用意されているかというとですね、まあ、私が思うに一つこれの一番の適用できるのは、まあ、LU 分解の数軸選択処理ってやつがあって、各プロセスにまあ、数軸と言われるですね、一番大きいデータを、まあ、数値的に、取ってこないと、まあ、アルゴリズムが破綻するので、そういう処理をするときに、まあ、ピポットを入れて、次にピポットの行を入れてこれをかけると、最大のピポットと行が出てくる処理が一文で書けるんで、おそらく書いたんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうような処理が実は用意されているので、これも場合によって使ってみてください。これが MPI2Double と MPI-MAX-LOCK というものです。で同じように AllReduce っていうのは All になるから、今度は先ほどの iRoot、Reduce の iRoot がないものと同じですから、中身の説明は省略しますけども、まあ処理的には、こんな形になっていて、なんか足し算をして、その後にまあ、放送処理が1回入ってこういうふうに処理をさせるような文が1文で書けます。これもまあ便利なのでよく使います。まあ、以上がその集団通信関数で、まあ、典型的なものの説明です。であとここで注意はですね、まあ、性能なんですが、当然ながら MPI All Reduce っていうのは MPI Reduce に比べて、まあ、遅くなります。最後に1回放送処理が入ってるんで、なので性能の観点では使ってはいけませんが、これしょうがないからみんな使ってると思うんですけど、無用に使うなっていうのがここでのコメント。おそらく無用に使っている例が世の中いっぱいあります。で放送処理っていうのはプロセス数に、まあ、比例とは言わないでもログぐらいの、係数でコストがかかるものなので、なるべくなら使いたくないものになっているので、性能の観点では、避けなければいけないっていうことを念頭に置きつつ、MPI All Reduce を使うっていうのがここでの、まあ、コメントになります。であとですね、まあ、よくあるのに、まあ、ここでの例は行列の点値になっていますが、これに限らないんですけども、まあ、分散されているデータの一部をこう0番に集める、これ MPI Gather って関数で集めることができます。逆にこう分散0番にあるデータを分ける処理、これスキャッターって処理でできるんですけど、こういう操作がまあやりたいことがあります。まあ、この場合はこの MPI Gather とスキャッターを使えばいいんですが、注意はですね、 MPI Gather スキャッターっていうのはこのサイズですね、この分けるサイズが均等の時に使う関数です。でこの、まあ、よくあるのはこの分けるサイズが均等でない場合、まあ、困りますけど、そういう場合何を使うかというと V がついたもの、 MPI Gather V とか MPI Scatter V というものを使ってください。で、まあ、注意はですね、
ギャザー V とかスキャッター V はおそらくギャザーより遅いです。理由があってあの2の、サイズを処理しますから中で複雑なことになってるはずなので、均等だったら均等なものを送るギャザーとかスキャッターを使う方が早い、性能的に良い場合があるので、注意してください。まあ、いずれにしろ、まあ、どちらかを使ってやるということになります。でですね、ちょっとギャザー関数もちょっと面白いっていうか変わった仕様になっていて、ここ、まあ、それだけ説明しますと、ギャザーはセンドバッファーをまず書くのはいい。でセンドカウント、これいくつ送るのかも送るのまあいいとしようと。で、まあ、タイプもいいと。タイプもいいとすると。で、それであとレシーブバッファーとレシーブカウントを書くのはいいんですが、これ皆さん書く困ります。どういうサイズを書こうか困るはずです。理由があって、ギャザーの場合はこういう処理ですから、例えばこれ1、1、1ってサイズを集めるときに、まあローカルに分散されたら1っていうサイズを書くわけですね。で、集めて3になりますね。で、そして普通考えると集めて3と書きたいわけですね。だけど3と書くとこれエラーになります。で仕様は、ここに書いてありますように1プロセスあたりのデータ数をギャザー集めた側でも書かないといけない仕様になって極めて変なんですけど、まあ、この場合は1ってサイズを送るんだったら最初も1と書いて後ろの集まったサイズも1と書くという仕様になってますから注意してください。でこれを間違えると実行時にエラーになります。まあ、なんかエラーが出て落ちるのでこれも最初皆さんハマるところなので注意してください。まあ、こういう形で、そういう仕様になっています。まあ、スキャッターも同じなので、まあ、ここでは説明を省きますけど、これを使うときにはこういう仕様になっているので注意してます。で、今やろうとしているギャザーっていうのは、こういうバラバラになっているデータを、収集かけてガーンとこう集めるということができる、一文でできる、仕様になっています。で、スキャッターもまあ一緒ですね。まあ、注意は、これも、先ほど言ったように、送る側は、大きいサイズを送ってるはずなのに、1集める小さい、1プロセスあたりに送る送信データ数を書かないといけないというのが仕様になっているから注意というところです。で、これ一文でこれ逆ですから、こう1個あるこういうデータをガーンとこう分けることができるのが一文で書けるので、これも、ということで、まあ、あと10分ちょっとになりますけど、じゃあちょっとここでですね、MPI プログラムの実例をもう、見て、感情を掴んでもらおうと思います。あとですね、ちょっと細かいところで注意はですね、MPI をコンパイルするときは、MPI 用のコマンドを使ってください。MPI、例えば MPIF90 とかいうやつです。で、中にはですね、自分で Fortran コンパイルを使って、全部リンカーで MPI だと付けようとする人がいるんですけど、それ場合によっては全然いろいろ困ることになるので、そういうことはなるべくしない方がいいです。だから、スパコン環境に入っている MPIF90 とか MPICC とかいうコマンドを使うと、全部パスが通っているので、コンパイルできます。まあ、いずれにしろ、それらを使ってコンパイルして、実行ファイル A.out というのを作った後に、MPI run、NP8A.out という形で、まあ、これはバッチジョブとかそういう形で、まあ、起動させて使うという使い方が普通です。でですね、まあ、スパコンの中にはこの MPI run A.out だけで動くというパターンもあるんですけど、これは、まあ、スパコンの環境に依存しますので、まあ、どちらかを確認して、起動するというのが普通のやり方です。で、この MPI run を起動すると、まあ、例えば4並列の場合はこういう形で A.out というのがコピーされて、バーンと動くというふうになりますから、こういう形で実行されるというのも、で、それが分かった上で、じゃあちょっと C 言語なんですけど、まあ、簡単なプログラムを見ていくことにします。まあ、これがですね、C 言語でいうと、ハローワールドの並列版のハローパラレルワールドってやつなんですけども、まあ、上から見ていくと、まあ、上から見てて一番最初に困るところは、これ、並列で動いていると。で、その時にイントで MyID とかになってるんですが、これ1個の配列を宣言してる。なのに並列で動くってどういうことっていうことが、頭の中で分からなくなると思うんですけど、これは純粋にですね、さっきこんな風になってますから、ここに、MyID っていうのが書いてある場合は、MyID なんだけど別のメモリがあって、別の、MyID の中身が確保されると思ってください。だから4並列の場合、4つ別の配列だと思う。で、まあ、1万並列だと1万と。別にあると思うということになります。で、まあ、そう思ってですね、やると、まあ、MPI ユニットっていうのは最初の起動だからよしと。で、ランクっていうのは MyID に、自分の、ランク番号が個別に入ると。で、次は、ナンプロックスってところに全体の、プロセスの数が入ると。例えば64とか入る。で、これは当然全ての、プロセスの中身が一緒になっています。で、次に来るのはハローパラレルワードになっていて、これは何かっていうと、まあ、4つの場合だと4つのパラレルハローパラレルワードが出るなっていうのはまあ OK だと思います。
で、ここに前 ID がかかっているので、要は前 ID の中身を表示しているので、期待される出力は、こう書いてあるにもかかわらず4つ違う中身が出ていてほしいということになります。で、それで世の中終わる、まあ、こういう簡単なプログラムが、まあ、最低限必要な NPI のプログラムというのはこれで、書けるということになります。なので、今こんな形になっているわけですね。 NPI プログラムがバッター立ち上がって、前 ID って書いただけなんだけど、中身は0123ってこう別に確保されて、これが分かってないと絶対あのプログラム見ませんから、この概念ちょっと、気にしてみてください。で、まあ、ほとんどの人も一緒ですから、まあ、特に説明しませんが、引数が本当に増えているぐらいですね。まあ、あとはもうほぼ一緒なんで、ここは説明は省略します。で、出力は、まあ、例えばこんな形で出てきます。4並列の場合は、ハローパラレルワールドと0312とかいうのが出てきます。で、4プロセス実行なので表示が4つ出ると。で、しつこいようですが、1万プロセス実行なら1万個出る、自然な打線という形になるので注意してください。で、また、My ID が表示されるんですが、先ほどのように重複したものはないわけですから、こうバラバラな、重複しない、まあ、結果が出てきます。で、また、必ずしも0123ってきれいに出ません。で、これは理由があって、これはもう、表示のタイミングごとによって、まあ、早い、同期はしていないということですね。この表示の部分を達成したのが早い順に、これが、まあ、表示されると思ってください。ですので分かることは、API のプログラムは1行ずつ同期しているわけではないというのが、この結果から分かることです。まあ、こんなような出力結果を読むことができます。で、あとですね、まあ、ちょっと複雑な例として、まあ、簡単に紹介するのは、プロセス間の足し込みの例ですね。API リデュースを使って一文で書けるんですけど、あえて1対1通信で書いたらどうなるのか。で、これもですね、まあ、一番簡単に最初に思いつく方法っていうのは、まあ、いわゆるバケツリレー方式ってやつで、まあ、隣のプロセスって何かって、自分の前 ID より1個少ないランクからデータが送られてきたのをひたすら差し込むというプログラムを、書くことを、まあ、最初に思いつくと思います。まあ、やろうとしたのはこんな形で、0番が持ってる、まあ、持ってるデータが1,2,3よりこういう時に、まあ、0番を最初に送って差し込んで1で2というようにバケツリレーの形で差し込むというプログラムを、まあ書いてみる。これもですね、そんな複雑になりません。まあ、この例がありますけど、C 言語の人の例がありますけど、どうなってるかっていうと、これも読める人は上から読めてしまうと思うんですけど、まあ、例えば D センドバッファーってとこに自分の ID をこれデータとして入れるって言っておくと。で、これ D レクバッファーっていうのは、これ、中間結果を出し込むバッファーであると。で、これ注意は、これ4並列とかでもいいんですけど、if 文があって、自分が0番のランクでなければ、NPI レシーブを呼びなさい。レシーブが呼ばれたらどういう挙動を示すかというと言ってませんけど、今回はここで処理が止まりますと思ってください。相手のセンドが来るまで、ここで処理が止まります。ですので、0番だけスルーして0番以外のプロセスはここでみんな足止めになります。で、0番がスルーして自分のデータを足し込みます。で、これは、最後のプロセスでなければ、これを発行するので、0番は、センドを発行して足し込んだデータを1番に、で、1番送ったら1番受け取って足し込むってことで頭でバラ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 足されていくと思うんですけど、そういう見方ができると、もうプログラムは読めてるということになります。で、最後これ、最後のプロセスだけが結果を表示という形になっていますので、さっきのバケツリレーというのは実はこれだけの、プログラムで書けるということになります。これ C 言語の人で、フォートランの人も全く一緒です。これは考え方なので同じようになる。で、まあ、これちょっと言いたいのは、このバケツリレーがいいのかっていうと、実は全然良くないプログラムになっているという例を挙げています。で、一般的にこういう足し込みってどういう方法でやるのかっていうのを、まあ、紹介の意味も兼ねてですね、まあ、これ二分岐通信方式って方法でやっています。で、これちょっとまあいろいろアルゴリズムも書いてるんですけど、具体的な、挙動を見せた方が簡単なんでいいんですが、ああいう足し込みの処理っていうのは、加算の順番変えてもいいので、並列に足し込むがいいわけですね。例えばこれ8並列の場合は、0番が1番にデータを送って、2番が3番に送る、4番が、これ同時に送ると。その後受け取ったら、その受け取ったデータと自分のデータを足し込んで、その結果を、次の段階では1番から3番、5番から7番に送ると。で、最後は、3から7という形で送れば、これは横の並列性があるわけですから、処理の同期コストとしてはこの段数だけなんで、8個使う場合はログ2の8でいいという、まあ、逐次整理というか、こういうコストでできることになります。で、これはまあ二分岐の形態で起こっているから、二分岐通信方式と呼ぶ。
でこれもですね、まあ、実装するにはいろいろ、まあ、テクニックはあるんですが、ちょっとここではあまり説明はしませんけど、まああのまあ、ビットをですね、自分のプロセス番号を二進表記して、二進表記の下からビットが立っているかどうかで送られてを決めています。まあ、そうやると、プログラムができます。で、まあ、これもですね、まああの、サンプルプログラム等には入っているので、まあ、これも教科書に入っている話なんですけど、そういう例が、あります。でちょっとここで注意はですね、考え方として、二分位方式っていうのはまあ、非常にいいってことですね。逐次のバケツ流にしちゃうとコストっていうのは逐次ですから、変数のコストは。何ブロックスっていうのが全体のプロセスとするとコストは何ブロックス1回のコストがかかります。で、二分位方式はログですから、まあ、結論から言うと、ログ2の何ブロックスかい。ただし前提があって、各段で行う通信は完全通信並列。すなわち普通は物理的な、ネットワークで衝突とか起こったりする処理が難しくなるんですけど、それが起こらないとすると、ログ2の何ブロックスで、まあ、できてしまう。で、まあ、両者比較するところは明らかで、まあ、アルゴリズムの論点、まあ、1024ぐらいでも、まあ、コスト的には1000対10ですから大きい。で今1万とか10万のレベルを入れ込めばもっとすごいことになるんで、やはり最初の段階からですね、通信のプログラムのアルゴリズムは、こういうような効率のいいものにしとかないと、ダメだという一例になります。まあ、ただし面白いのは、実は4並列とかでどっちが速いのかって意外にわからないんですね。逐次になってるから遅いというわけでもないことがあって、まあ、例えば通信の衝突が起こらないとか、そういう状況があるんで、実はオーダー的にはこうなったと言っても実装的にはどうなるかわからない。あともう一つはメッセージサイズっていうものもあります。今ちょうど1個の足し算、長さの足し算なんですけど、だんだん大きくして何メガとかなんてどうなるかわからないとかあるので、その絡みで実はどっちの実装がいいのかっていうのは変わります。なのでこれ実習だと自分でこれプログラム組んで、サイズと、プロセスを変化させてみると、どこから何が有効だっていうのが見えてくるので、面白いことになるんですが、まあ、こういう、話もまあいます。で今ちょうど10分前ぐらいだと思いますので、終わります。まあ、インターネットで結構いい、まあ、なんていうか、参考文献とか、あと、まあ、本とかありますので、まあ、より深く、勉強される場合は、こういう、まあ、参考にやってみてください。あと、まあ、初日に、紹介した教科書のサンプルプログラム、先ほどの二進議員の足し込みとか、バケツリレー方式っていうのは、もうサンプルプログラム中にまさにありますので、まあ、興味ある人は、まあ、これを。あと、まあ、こういうレポート課題も出ている。まあ、これは関係ないんですけど、もしこういう興味があれば、こういう課題を考えて、それではあと、でもありますね、10分ぐらいありますけど、じゃあ質疑応答。はい、はい、どうもありがとうございました。